翔一、しっかり働くのよ。帰ってきたら仕事教えてあげるからね。じゃあ行ってきまーす。朝から騒々しくてごめんね。一人で寂しかった？うちは毎日こんな感じだから。うちはライブスペースとスタジオがあってね。スタジオの方は朝10時開店なの。だからその前に毎朝お店の前を掃除するの。これは翔一くんにお願いするね。吸い殻やゴミは特に気をつけてね。この辺は普通の住宅も多いから、なるべく迷惑をかけないようにしないといけないの。たまーにね。ほら、うちのお客さんって派手な格好の人も多いし、ご近所さんの中にはそういうのを毛嫌いする人もいるから。だから余計にやるべきことはきちんとしておかないとね。うん、お願いします。じゃあ次、中ね。ここがフロント、スタジオの受付だよ。この人がリュウジさん、 PA の見習いさんだけど、基本的に何でもできる人だから。わからないことがあったら何でも聞いてくれ。これで随分俺は楽になるな。早く仕事覚えてくれよな。下のホールも案内するね。うちの心臓部だから。ここがライブスペースだよ。
っちの営業は18時から24時。ライブによって多少前後することもあるけどね。搬入やリハーサルもあるから、実際は午後2時ぐらいから人が出たり入ったりしてるかな。あれ、もしかして昨日の聞いてた？そうなんだ。で、どうだったどうだった？耳ジンジンしちゃうよね。でもパチンコ屋さんみたいに一日聞いてるわけじゃないから大丈夫だと思うよ。でもやっぱり翔一くんにはクラシックの方がいいよね。仕方ないよ、翔一くんのやってきた音楽とは全然違うんだもんね。でもうちで働くようになれば、ああいう音楽のことも少しは分かるようになるかもしれないよ。嫌いとかはあんまり考えたことないかな。好きといえば好きだし、中には好きじゃないのもあるし。でも好きとか嫌いとかじゃなくて、もう生活の一部かな。空気みたいなもの。なるかな。お父さん早く引退して老後はのんびり暮らしたいとか言ってるし。私にできることなんてそれぐらいしかないしね。翔一くんみたいに何かができるってわけでもないから。私の歌なんて全然ダメだよ。翔一くんみたいにいっぱいのお客さんの前で何かしたりできないもん。私は今のまんまでいいの。つつましくて平凡な人生を送るんだから。
私なんてもらってくれる人がいるかどうかわからないけど。これで設備は全部かな。それじゃあ早速だけど、お店の前のお掃除からお願いしていい？
あ、翔一、悪いがちょっと買い物頼まれてくれるか。駅の反対側にホームセンターがあるんだが、知ってるかな？去年ぐらいにできたんだ。まあ大きな建物だし、行けばわかると思う。これが買うもののメモだ。私が連れてってあげる。翔一だけじゃ心配だもんね。いいから遠慮しないで。ほら早く。翔一と買い物に行きたいんだよ。一緒に行ってやってくれるか？何グズグズしてるのよ。置いてくわよ。頼んだぞ。これくらい普通だよ。いつまでもお姉ちゃんばっかに任せておけないもん。パパも腰が痛いとか言ってるし。翔一の方こそドイツでちゃんとやってたんでしょうね。お姉ちゃんずっと心配してたよ。ろくに連絡もよこさないんだから。冷たいわよね。まあ元気そうだからいいけど。